死ぬのが怖くなると思っていた。涙も流れない。探し物は多分ここよ。ここから先はあなたがやってみて。これを渡すわ。このカメラは見えないものを映し出す遮影機。なくしたものを探す手がかりを見つけられる。これがあなたの初めての仕事。あなたならできる。少し練習しておきましょう。扱いは普通のカメラと同じ。構えて何か撮影してみて。遮影機が映し出すものは隔離よ。つまり隠された世界。それは常よ。死後の世界に近いもの。見えてしまったものにあまり深く関わらないこと。気をつけないと隔離世に引き込まれてしまう。これを持って。これが今回のヨスナ。あなたが探すものの手がかり。焦らないで慎重に行きましょう。中に入って。その写真は弔い写真。死者を弔うために撮られた写真。レンからの依頼なの。その写真はここで発見されたものらしくて、他にもないか調べてほしいそうよ。
ユーリ、待って、気配を感じるわ。それはヨスガが見せる過去の影、残影。残影は目的のものへの手がかりになる。影を追いましょう。この部屋かしら。鍵が必要ね。遮影機を使ってみましょう。一人で探してみて。私はここで待っているわ。
この部屋にあるようね。探してみましょう。待って、ユリ。そこに何かあるわ。これが依頼のもののようね。夜になる前に帰りましょう。ここはあまりいい場所じゃない。ユリ、今回のような物探しは簡単だけど、人探しは難しいわ。影見は、その名の通り対象の影を見てしまう。神隠しにあった人の影は追わない方がいい。見てはいけないものを見てしまうこともある。
やっぱり私一人でやるべきだった。あの先生、先ほど黒沢さんがいらっしゃって。ああ、密かが来たのか。見つかったそうです。本当か？受け取っておきました。